こんにちは、白川隆二です。映画に続いて発表がございます。白川隆二、8月3日に角川さんより初の書籍となる美しい合気道を出版いたします。角川さんのお力を借りて8月3日に、美しい合気道ということで出版することになりました。皆様今、予約始まりましたので、ぜひご予約よろしくお願いいたします。いやすごくね、感慨深いです。全国、各地からですね、先生の本を出してほしい、あるいは、DVD は持っているんですけど技術書として、本ありませんかとか、おすすめの本ありませんかとか、どんなトレーニングしてるんですかとか、いろんな質問を受けるんですね。また、本当にありがたい話なんですけども、各出版の方々から本出しませんかっていういろんなご案内いただいていたんですね。でその中で、自分の出したい本っていうのは実は、構想がありまして、技術書、ただの技術書、技の解説だけでなく、それだけでなくって、自分の合気道の考え方や思い、そういうのを載せた本を作りたいなってずっと、思っていたんですね。でなかなかこだわりの、構想だったりこだわりの本、やっぱ出す以上は、すごい質の高い、動画付きの本だった、動画付きで、あとすごい綺麗な製本で作りたいなとずっと思っていたんですが、なかなか難しいんですよね、本って。で、出版社の方々に、いろいろ声かけていただいたのでね、自分の構想を伝えるとちょっとやっぱそれぐらいの本だとすごく高くなりますよ、あとうちで出すのは難しいですっていうふうに言われておりまして、そういった経緯があってずっと出せていなかったんですが、縁があって、実は、角川さんのお力を借りて、今回本を出せることになりました。で今回、本の編集を担当してくださるのがですね、なんと角川の、コミックスの重鎮であり、様々なですねコミックスでの実績のある、瀬川昇さんという角川のすごい方なんですが、その方にですね担当していただいて現在本を作っている状況です。いやもう本当ね、瀬川さんが素晴らしい、すごい仕事ができる忙しい方なんですが、なんと今回担当になってくださいました。でなんでね、コミックスの重鎮の人が、担当してくれかったかというと、実はですね瀬川さんもですね合気道2段の有段者のすごい方なんです。で合気道の本ってやっぱその武術の独特なものなので、やっぱその合気道という武道を知らないとなかなかいい本が作れないと思うんですよね。ですから瀬川さんがですね、私のすごいこだわりだったりその思いをうまく汲み取ってくれて、すごくね綺麗にね本をまとめてくださっています。そしてですね、フォトグラファーの方も実は合気道経験者の方にね撮っていただいたという、こだわりの、本となっております。で製本もですね特殊製本となっておりまして、ここに束見本、ちょっとね表紙が本当は見せたいんですけど、まだ表紙も完成にはなってないです。ほとんどデザインはできているんですけど、まだ完成が、できておりませんので、またですね、近々 Amazon でも反映されると思うんですが、楽しみにお待ちください。これ束見本というものなんですけども、これ実際のページ数、今回200ページとなっております。200ページでボリュームたくさんなんですが、特殊製本というので、もう品質の高い紙であり、そして見開きができるんですよ。パッとこう見開きができるので、技がバーッと綺麗にね見開きで見れるようになっております。でさらに動画が2つついておりまして、1つはイメージの動画、技の綺麗な背景によるカメラと綺麗なカメラアングルを使った、こだわりの、イメージ動画がなんと41本ついております。それプラス、技の解説動画ですね、詳細解説動画27本がついているという大変お得な内容となっております。 QR コードでスマホでいつでもどこでも気軽に見れるという、またこの令和の時代にふさわしい、本になっております。
で、このね動画撮影するのが本当に大変でした。すごくね、時間もお金もかかるんですけれども、制作費がすごくかかっていますが、でもねここがすごいんですけれども、角川さんがすごく一生懸命作ってくれたので、やっぱりね多くの人に届けたいということで、すごくね通常こう制作機たくさんこう製本だったりこだわりの写真こだわりの動画まで入れてしまうと単価が上がってしまうんですが、本当にできるだけ多くの人にこの美しい合気道、そして、まあ、合気道の素晴らしさだったり魅力を伝えたいということで、本当にできるだけ低価格でお願いしますということで、まあ、今回お求めやすい価格で1650円ということで、価格もですね抑えて発行することができました。本当これはですね本当に角川さんのお力を借りないとできない、もう高品質で、そして本当にお求めやすい価格になったと思います。でさらに本の特徴としてですね、ただの技術書じゃなくて、この本にはたくさんのトピックスとして、私のこの、合気道の思いだったりその考え方、あとよく質問を受けるトレーニング法だったり筋トレについても自分の考え方だったり思いが書いてあります。あとはですね合気道の専門的な用語の、まあ、呼吸力、呼吸法、呼吸投げ、いろんな本読んでも結構簡潔に書いてないんですよね。それをまあ自分なりの解釈なんですけど、分かりやすく専門用語をまあ言語化してみました。またですね技術的なもので言えば受け身ですね、他の本には載っていない横受け身だったり飛び受け身などのまあ解説も初めてしております。あとですね流派会派関係なく合気道のエッセンスが、簡単にそして分かりやすく分かるように合気道のエッセンスをギュッと、詰め込んだシンプルな技を、掲載しております。でそれだけじゃなくて、まあ、マニアックなファンの方々にも喜んでいただけるように、まあ、後半にはですねすごい応用技ももちろん収録しておりますので、もう動画もですね、充実しております。だから本当にですね盛りだくさん200ページなんですよね。合気道の技も見れ、合気道の技も綺麗な写真で見れますし動画でも見れる、そして白川隆二のいろんな考え方、他の YouTube だったり雑誌とかにはまだ語ってない初めて、まあ、話すような内容も記載しております。ぜひですね楽しみにしてください。さらにですね本の特徴としてあと剣杖、こう武器、剣だったり杖、あとは柔軟体操ですね。柔軟体操、おすすめな柔軟体操、柔らかくて美しい合気道には柔らかくて美しいですね、体の使い方だったり柔軟な体操が、求められるので、その補助となる柔軟体操についても、触れております。8月3日発売で、まあ、予約するにはちょっと早いんじゃないかと思われるかもしれませんが、昨日から実は予約開始となりまして、その予約開始からこの2週間以内で、Amazonで予約が増えると最初の初版の発行部数が増えるんですね。発行部数が増えると皆さんにお届けやすくなりますし、8月3日発売直後に、購入ボタンを押していただくと欠品になる可能性があるんですよね。簡単に印刷することができないので、最初初版を多くすればより多くの人たちに届けますので、ぜひ皆さんね本当にこだわって一生懸命心を込めて時間をかけて作った本ですので、もし興味ね持っていただけたら予約していただいて読んでいただければ大変嬉しいです。いや本当にね、多くの人にこの美しい合気道、そして合気道の素晴らしさを伝えればと思っておりますので、皆様ぜひ応援よろしくお願いします。8月3日角川より発売、美しい合気道よろしくお願いいたします。